出ました。キラキラ金曜日、いつもアメリカからロス在住のと言ってお伝えして、いただいております。町山富野さんが今日はね、スタジオ。はい、よろしくお願いします。初対面なんですね。そうなん。よろしくお願いします。今日はあの、さっき言いました、今井美希さんのポールポジションという曲を聴いていただいておりますね。え私が取るポールポジションという歌ですが、それ、まあ、意味が違うんですけどね。召し上がっていただくのは、なんと町山さんの地元だという神楽坂の。 キノゼンの,の、はいえー、抹茶ババロアでございますい僕はちっちゃい頃ずっと神楽とかに住んでたんですよキノゼンとあとさっきも言いましたけどさっき何か藤屋のペコちゃん焼きあペコちゃん焼きねそう、はい、それとね50番っていうあの、えーえー、中華料理屋があってそこで肉まんがあって、えー、あそこ確かだから王貞治のお父さん す。の店じゃないお兄さんか大大監督の大監督督のの店ですよね、えー、<か>そうなんですかすっごいうまい中華まんなんですけど巨大中華まんで1個食べただけで腹いっぱいなんですけど超お、ね、うういしいでしょ、うん、私、ここの豆缶も好きなんですけど紀の前さ、うん、老舗おいしいですね、えー、神楽坂下にあるんですけれどもね、えー、1個630円静岡産の抹茶で作ったババロアそれから添えてあるあんがまたこれもうちょうどいい老舗らしいあん。 甘さがちょうどやんですそれに生クリームが乗っているという結構男性にもいいんじゃないかと思われますね苦味が効いててでこれいただきながらお知らせのあとは増山さんにおすすめの映画について伺いますのでよろしくお願いいたしますはい サウンドバティスリー金曜日は町山智博さん、今日はスタジオで生出で演ですけれども、はい、何でしょうか、はい、おすすめの映画きょは全、い、裸、えー、系の映画を紹介したいと思いますね。 前が良いと僕、この三浦淳さんの,あの有名な話ですけど、まあ結婚式でも全裸になりましたしね、三浦さんの結婚式じゃないですけど、はいはい、佐藤克行の結婚式でしたけどカねはい、はい。はいはいはい。まあ、基本ですよね、全裸はね。<laughs> まあ、武志軍団はね、裸がユニフォームです。だ韓国に行くとあの、みんな裸のとこ所ありますよ、韓国には。 難度って言うんですけどまあそれはいいんですがなるほどえっと今日はですね「ボラット」って映画があったんですけどこれヒットしましたよまあ日本でヒットしませんけどアメリカでヒットしましたアメリカ大ヒットしましたかちょっと聞いたことあるの嘘ついたやつですか これはあのカザフスタンから来たテレビレポーターだと、うんえー、名乗ってアメリカ各地でインタビューをして回るんですけどもあの全然この人と違うあのイギリスのです、ね、インテリの,あのコメディアンなんですけどもサッシャ・バロン・コーエンさんという人がね、うん、あの私はボラットですって言ってそれで相手は要するにカザフスタンのテレビ番組だから何を言っても。 要するにアメリカ人はバレないだろうとカザフで放送されるんだから誰も見やしねえやつって,ってカザフスタンの国営テレビのレポーターみたいな正式な形で来てるみたいな感じです、ね、そう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 そ,のフそう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 そ、ん、うそ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 のそう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 アうそ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 かそう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  すごく反対す,するんですよ、ええ。ようこそいらっしゃいましたって感じで、うまあ嘘っぱちなんですけど、で、要するに、まあ、わからないからっていうのもあって、その変なこと言っても怒らないですね、アメリカ人は。要するに、カザフスから来て、田舎から来たからよくわかんないんだからって言って、失礼なこと言ってもあんまり怒らないわけですよ。失礼なことをバンバン言って、相手を怒らせたりとか。うんうんうん あとこの人自身はユダヤ系の人なんですね、サッシャバロン公園って人は。ユダヤ系のイギリス人イギリス人なんですけども、はい、ユダヤ人ってムカつきますよねとか言うわけですよ、人、うん、そ,それにつられて行っちゃうわけですよ、ムカ、うん、つくよねと、アメリカ人が。うん、あそれ一般の人ですか、うん、一般の人とか政治家とか、それをそのままアメリカで放送しちゃうんですよ。<ー>で、みんな大変なことになると。 とかカザフスタンだと、すごい女性差別をしてるっていうことをね。国民性でそうだっていうことを、こう促しといて、喋<う>りやすくするんですよね。うん、そしたらアメリカ人も、あ、そういうもんだと思って。 やっぱそうううい差別をししてまんですよ誘発してるんですよ、誘導してる誘導尋問なんですけどその後でも全世界的に放送しちゃうからみんな大変なパニックになるというのは養殖の人がその差別殺言とかをしたものをテレビに捉えてるわけだからそれが放送になれば政治家とかね問題になっちゃうんですそうそうそれを映画でやってるんですよそういたずらなんですよでその人の新作が今度アメリカで今撮影中なんですよねほう で「ブルーノ」っていうタイトルで今度は「ボラット」じゃなくて「ええ、ブルーノ」っていう名前のうん、うん、オーストリア人のオーストリアテレビのレポーターって振りでアメリカ中を回ってるんですよ、うん、これ僕不思議なのはこれ大ヒットしたわけじゃないですかボラットが、はいはい、そしたら彼への認識っていうのがアメリカ中にできていて、はいはい、この人がじゃあ新しいキャラクターを作ったとしても、はい、あの人だって分かっちゃうんじゃないですか まずね見た目が全然違うんです顔変えててっですね全然違うんですすよごいイケメンになってる前は変なおじさんみたいな顔だったんですけど今イケメン前ボラッドの時稲川淳司っていうかね長川淳司というかね稲川淳司っいうかね気がこうあってね怪しげな面白そうなおじさん怪しげな中東の人みたいな感じを出してたのが 今度はすごいイケメンじゃないですかでもね,ねゲイなんですよ設定ではブルーンいやでもゲイ顔ですよねそうなんですよセクシーなねそれでまあ最初はゲイだって言わなくてオーストリアから来たあのテレビですって言いながら、うん、こ,うこうやってインタビューしてるわけですよ、うん、はいはいインタビューしてると「あそうなんですか」って言いながら、ええええ、あのー なんかちょっと手触ってもいいですかとかあの綺麗なお肌ですねとかやってって言いながら僕は今ずっとやられてるんられっぱなしですよね。淀川さんのインタビューってこんな感じですかね。淀川さん必ずいい筋肉してますねっていうとこは入ってきますからね。そしいう感じで。そういう感じで。そしいうはいで。やってるうちにお前一体何なんだみたいな話になってそれで実はあの僕あなたのこと好きなんですみたいなことになっていくと。で相手がパニックを起こしたりするのをそのまま放送するっていうのは そのブルーノなんですよ <laughs> <ー>でこれがアメリカで今大問題っていうか、うん、あの報道されてるのはロン・ポールという共和党からの大統領候補になって、うんえー、大統領候補の予備選に出た政治家がいるんですねはいはい、はいはいえー、その人にオーストリアのテレビ局のインタビューだって言ってインタビューを申し込みましてこの、うんえー、ブルーノが、うん、でインタビューしててインタビューしてる最中にですね突然カメラマンとかそういった他のスタッフがですね、うん、ちょっとここでお二人だけでよろしくお願いしますって言って。 で出てったら「二人きりになれたわね」って言ってこうブルーノが脱ぎ出しましてですロン・ポールの前ででロン・ポールがパニックになって逃げ出してその後なんていうかスポークスマンとかが騙されたとこれはひどいと真面目な政治的インタビューだと思ったのにみたいなことになったんですよねそれからどうもブルーノが大変なことをしているというまあ噂になってその後アメリカ各地で次々と事件を起こしてるんですよ マイケル・ムーアもね、そういうスタイルはスタイルなんですけど、インタビューしながら、相手をね誘導して、問題発言を引き出すみたいなところなんですけど、こっちはもっとあの比重としてはドッキリに近いですね、ドもキリ、ドッキリ、マイケル・ムーアだって、マイケル・ムーアですって言っていくじゃないですか、一応。こっちはだって全然違う人のふりしてるんだもん、ひどい話ですよ、これは、本当に。 で,であと霊媒をしている人がいるんですよ、うん、すごく、まあ、要するに誰々の霊がおりましたって言いながらその人のふりをしている人がいて、うん、そこに行くわけですよ、うんうん、この,あのブルーのが、うんであの。なんとかっていう、例えばなんだろうな、アドルフって人に死んだんだけども、その人に会いたいんで、その人になってくださいって言うんですよ、うんうん、と分かりましたって言って。うんう アドルフだとか言うんですけど,はい、はい、ど、よく考えたらドイツ語じゃないとおかしいんですけどね。<ー> <laughs> で、うん、うん、君は元気かな、ブルーノーとか言うんですよ。で、友達だと思って言ってると、はい、アドルフって,ってまた、あの時みたいに、あなたと愛したい、愛し合いたいのっつって、その霊媒に向かってこう、抱きついて、いきなりこう、口,口にこう、舌入れたりして、霊媒の方は、やめろってめえみたいな話になって、<laughs> なんだ、霊媒インチキじゃんみたいな、そういうのやってるんですよ。 このね、日本のこういう形の笑いと違う、<laughs> はい、違うところを言えば、はい、踏み込み方がすごいんですよ。この前のボラットの時の映画もありましたけど、はい、それこそ本当に、本当に日本じゃ全裸にはならないじゃないですか、そういう、ホモ引っ掛けをするにしても。でも、もう画面の中に完全に映り込んでるんです映、えーね、り込んでるだけならいいですけど、えー このボラットとその相手のプロデューサーっていう設定の太ったおじさんがいるんですよ。国営テレビよね、カザフスタンの。その人がプロデューサーでカメラを回してるとか。体中全身煙草のおじさんなんですけども。すごいデブデブの。そうそう。この二人同士で特訓をするんですよ。で、69の体制になってですね、お互いに自分の、あそこで相手を窒息させようとしながら、戦いながら、もつら合いながら、そのホテルの裸で、全裸です、ね何です。 まあ最終的にはぼかしがあったんですか、あれぼかしされてましたね、全米はどうだったんですか、あのー、ぼかしされてました、って。それで、ホテルの、ホテルの一室なんで,すけどで結婚式かなんかやってる所にそのままなだれ込むんですよ、全裸で、くす内にしながら、<laughs> <後>ゴ,ロゴ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 ロっと、はい、最初ね、エレベーターなんかにげるんですよ。はい そそしたらそのまた裸の男がそのままポロリと出したまま入ってくるんですよ、はい、でみんなエレベーターの人が外に出て、それで逃げてる先がそのなんか大会開かれてるところで、なだれ,れ込むで,で込むその後もちゃんと撮ってるんですが、やっぱり裸でなだれ込んできたから、そこにいた屈強な男たちが怒り狂ってぶん殴るんですよね、ボコボコにこの人たちを。もう当然のことだから、本当に生でドッキリでやってるんですよ、ね、ドッキリってんですよ、みんなびっくりしたわけですよ、ね、びっくりしてるんですよ、<れ>時々逮捕されたりもしてます、そりゃしますよめちゃくちゃ面白いんですけど、ねすね、アメリカに来たれども。そのあの アーああはい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 なんかそ,その人にどうしても会って奥さんになりたいっていうまあこれ設定だと思ったんですけどそのサイン会のところに行って,行って、はい、その人に「 自分の結婚用の洋服を着させるんですけど、はい、それはめちゃめちゃ暴力的なんですよいやただの袋ですよあれね<え>袋を頭からかぶせてさらおとするんですいや何かちょっと犯罪じゃないですか、ね、いや犯罪でもこれはカザフスタンの結婚の基本なんだっつって略奪婚なんだっ,ってだすんだそういやだけどこの人本当はカザフスタンか喋ってる言葉はもうカザフスタンの言葉じゃないんですよでたらめなカザフスタンっぽい感じなんですよへえ<ー>それでさらお落としてそこでガードマンに押さえつけられて、うん、アスファルトの地面にたたつけられてボンボンされるんですよこの人、うん すごいよね、あの殴られ方。まあ、日本で近いのは江頭2時50分近いですね。トルコ事件とかそういうのと全然大悟事件とか、あれに近い。近い全裸系ですよ、もうみんなね、これから。でもそれで例えばほら、なんか、あの知らないでインタビューに答えて、それが勝手に映画にされちゃって、なんかからかわれてね、すごいもう怒って、なんか訴えてあるんですけど全全部部勝勝勝っっってててまますするの書類でこの 要するにまあフィルムを自由に使うことに承認するっていうサインをさせてるんですよ全部撮影前に<ー>全ての人にあじゃあ読んでるんだ一応ん読んでないですものすごい細かい字でびっしり書いてるから誰も読んでないんですよでサインしてるんですよだからカザフスタンの国営テレビの公式の訪問だと思ってるからそんなめちゃめちゃなことをすると思ってないから契約書にサインするんですってすそしたら実はっていうのが小さなあの保険のよくねえ薬場要項みたいなのがちっちゃい字で書いてるじゃないですかああいうふうなシステムがあって じゃゃ訴訟には勝勝っっちうん全部たですよ契約社会の中では勝てるて、えー、<laughs> すごいんですよ、ね、だって見ったじゃん、書類って、算したじゃんっていう、う何言われても文句言えないっていうね、そういうい感じなんですけどただただ暴力的なわけじゃないですよね、なんかその、はい、本人が政治ポリシーを言うわけではなく、本人だってまあユダヤ人であるにもかかわらず、他人の本,本人そのものもユ,、えー、ユダヤの差別的な表現をするんですよ。うんうん、誘発するために その偉い人たちの本性をそこで聞き出すっていう手法なんですよ、それは社会批評になってるんですよ、ね、一応なってるんですよ、自慢がいろいろあるかそ,うそうなんです、前はそのユダヤ差別を引き出したんですけど、アメリカ人が隠してる、今回、アメリカ人が隠してるその芸差別を引き出すという、ブルーノっていう人に化けてるんですけども、あのもうこれ、結構ですね、もう、なんていうか、インターネット流出してる部分とかあるんですけども。うん あの例えばファッション評論家ってアメリカにいてね、うん、で芸能人とかセレブのファッションを見ながらこれってだめよねとか言ったりする人たちいるんですけどだめよねって言ったけど男ですけどね <laughs> 一応批評してこれはだめとか言ってこうやってやるわけですよだめ <laughs> マークを出したりする、はい、それをアメリカの伝統だからそれをやってくださいって言ってあの何人か呼んでファッション評論家を呼んで見せるわけですねあのハリウッドのセレブのファッションをして、はい、例えばアンジェリーナ・ジョリーが出てくるじゃないですかちょっとああみ,みんなその評論家たちが素敵よねみたいな本当にアンジェリーナ っていつもセンスい,いわとか言うんですよきなりそこでオーストリアではアンジェリーナ・ジョリー人気ありません叩いてくださいって言うと急にガラッと変わって、うんうん、本当に下品よねーとか言って <laughs> コロッと変わっちゃうんですよでそれを両方とも映しちゃって <laughs> このファッション評論家っていうのはつまりそのどっちでも言えるんだと受けようと思っていい方も悪い方も両方言ってるんだってことをバラしちゃうんですよこの人たちの言ってることはインチキだとで次にあのパリス・リートを見せてパリス・リートがまたおへそ出してまたとんでもない格好してるわけですよでそれ見てフ なんててか反応してねパッと「これ本当下品よね」とか言うんですけど「パリス・ヒルトン大変人気ありますオーストリアで」って言うと「パリスって本当素敵だわ」ってみんな言う いだこつらとのアメリカの一般のね、いろんなのまされて、インタビューされてる人たちのカザフスタンとかオーストリアに対する認識もものすごいいい加減っていうか、オーストリアとオーストラリアの違い知らないんじゃないかな、だから油断しちゃうんでしょ、絶景知らないと思いますよ、だってもう本のタイトルはね、ニューヨークを知らないわけですもんね。 アメリカ人はニューヨークを知らない人が、そうそう、半分ぐらいの、ニューヨーク行ったことないとかね、そういう世界が。広いまあ、広いから関係ないんですけどね。ただね、こういう映画っていうか、こういう文化が容認されてる、これね、カルト映画じゃなくて、ちゃんとボックスオフィスで1位になるし、ゴールデングローブ賞の、主演男優賞候補になってるんですけど、やっぱ評価があるんですよ。う あれなんていうんでしたっけカルチャー、えー、ャーまあカルチャージャムっていうようなイベントなんですねこうやってジャンルがこうこういう遊びはいいよそうそうとお笑いを通してその政治批判をしたりするっていう文化があるんですけどねはいでね彼がまあね新聞で大問題になってるのはあのー。 なんアーカンソーってすごい非常に、ね、差別的な貧しい州があるんですけれどもアメリカ南部に、うん、そこで体育館を借り切って、うん、えとイベントやったんですよ、体育館を貸した人とか地元の人がカンカンに怒っているんで,す、ね、でそれはあのチラシを配ってその街中にそのなの男同士のアルティメットファイトってあるじゃないですかそのもう写真が入っていて、ええ、でそこの下に、ね、あのエッチな女の子の,そのなん裸の写真があってそれでもってあの要するに男同士の激しい戦いとセクシーなショーが楽しめます。 ね、それが5ドルで見れますって書いてあって、そのチラシがばらまかれたんですよ。はい。うん、でもって、街中の人がそこに殺到したんですよ。娯楽がないから。うん、で殺到したところで、その、金網があってですね、うん、そこで、まあ、アルティメットファイトをやると思ってみんなわーってやってたら、そこにボラッ、ボラッとじゃなくて、ブルーノが現れて、<laughs> もう一人、まあ、筋肉もリもリの男が現れて、特務く始めたんですね。ええ、やったーっと、これ。 アルティメットって言ったら、とっやってるうちにキスをし始めて、ですねパンツを下ろして、ですねなんかこう、いろいろなめたり、くわえたりとかしだしたんで、そこに住んでる人たちは、ほとんどキリスト教原理主義者のカウボーイみたいな人たちなんで、もう怒り狂って、大暴動になって、大事件になったんですよ。直そうな、危険な。殺されるとこだったみたいですけどね、命からが逃げ出したらしいですけど、そういうことをいっぱいやってる映画は今度、アメリカで6月にですね、公開されるんですけどもね日本ではやらないんですか日本でではわからないす ボラとあんま当たんなかったのかなそうですねそれほどででもこれと同じジャンルでイエスメンっていう同じようなことをやってるグループがいるんですけれどもその人たちの映画が町山さんの冠番組で見れますあどうもありがとうございます今週はい MX のの未公開映画を見るテレビはいはいはいこれぜひ見ていただければあれ町山さん明日はまた TBS ラジオに出演されるんでしたっけ あ、はい、あの、歌丸くんの。あ、ウィークエンドシャッフル。はい。実は私も。あ、そうですか。だから、身内ばっかりじゃないでピエールのところ、一番の仕事回してるだけはい。すみません、じゃあまた明よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。え、愛画評論家の松山智弘さんでした。ありがとうございました。